はい、それじゃあ続きでどんどん取っていきましょう。魚に気をつけろ。いきましょう。シンプルパーが爆発じゃー。湯を邁進していこう。ゴールに向かって前。はい、第一チェックポイントまで危なげなく来ましたね。はい、ドン。あ、ついてだからあんた倒しとく。よいしょ。よいしょい、よいしょい、よいしょい、よいしょい。神秘のパーが爆発じゃ。あらららら。とりあえずアコにうまく乗る方法をまず模索しておこう。アコに乗れないことには話にならんからな。乗れない。ダイヤに乗れない。イエー。から乗った方がやりやすいよね、多分。練習しよう、練習。ここら辺から。さて、あとは戻る方向だな。おお、危ない危ない。よいしょ。ほい、だいたい橋のここら辺からかな。よし、魚よりもオレンジダイヤに気をつけろだよ、ここは。ほい、よいしょ。よいしょ。はいはいはい。ドン。もうついてるだから倒しとく。
はい。コルマが。確かこの辺だな。この辺で。よいしょ。おお、危ない危ない。よいしょ。第二チェック。よいしょ。ふう。ほい。ほい。ほい。よいしょ。よいしょ。パーフェクトいったかな？やったね。じゃじゃーん。あとはここか。よいしょ。ほいほいほい。あ、取れなくなっちゃった。は吹っ飛んじゃった。正確神秘のパワー爆発するところやったのね。危ない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 。ほい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 。よいしょ、よいしょ。ふう。お、神秘のパワーが爆発じゃ。危ない危ない。うおっ。危なげなくゴールまでたどり着いちゃったけど。さて、こっからやで、こっから。よいしょ。うい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 しょい。よいしょ。1アップがあるのか。ここは1アップだけか。よいしょ。
よいしょ。よいしょ。ふふ。ふふ。こっからも行けるのね。いや、いけるのはいいけれど、ダメじゃん。箱壊さないとダメじゃん。意味ないじゃん。結局意味ねえじゃん。ほい。よいしょ。はーい、よっと。はーい。ここからだな。うん。ふい。うぅ。おいちゃったよ。ほい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 。ほーい。いいの。ほーい。ダメじゃねえかよ。ほーい。いいの。ほい。ゆえけ空が真っ赤かあ、トンビがくるりと、ほーいのほーい、くそよいしょ、ほいほー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 いのほいほーいのほい、いったか？うっそー、どこだー？一箱ってどこだー？いた？ここで最後なのになー。一箱ってどこだろう？よいしょ。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 ういえ。ああ。ほい。ほい。ああ。ほい。ああ。やっぱりジャンプをした方がいいや、これ。バカじゃ。うふう。あふう。えふ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 、あはは、ああ、よいしょ、よいしょい、よいしょい、ゆふう、あ、タイミングが狂っちゃった。
はい。まあ、とりあえずここまでは OK だとして、これパーフェクトだと思ったのにあと1個ってなった時の絶望感たらないね。よいしょ、うい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 、ここにはないか。んな意地悪な配置は知ってまんか。よいしょ、はいはい、うう、危ない危ない危ない危よし、あとはノーミスで突破しないとね。しかしそんな意地悪な配置してたのか。ほい、ふん、ういしょっと、ほいほい、ほいほいほい、えはえはおよいしょ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 、うぅぅぅぅぅぅぅいいの、ほい、よし、今度こそパーフェクトいったかな。じゃじゃーん、お、 100% クリアになったぞ。ステージが32になった。どういうことなんだろうな。とりあえず32まで行ってみるかな。白タイヤの行き先は、そうだ、ここ見てないんだよね。ここ行こう。
なぜ？よいしょ。まさかそこで踏み外すとは思わなかったよ。でもこれエンディングの音楽だよね。でももっと強いコルテックスとかいいのかな。よし、最高。よいしょ。ほい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 。え？え？おい、コルテックスは？おい、コルテックス倒さんでええの？なんだこれ。はいはいはい。ほいほいほい。観光地にしてあったさせがありますが、気が乗りません。まあそれはそうだろうな。治療家で見ぬ賢くなりました。これボルテックス進化の私が天才になったわけ。なるほど、これでクラッシュ2に進むわけやな。コアラコングは、コングが3分映画に出るだけで島が買えるほどお金が入ります。すげえ。アクアリの街、シカルに移りました。アメリカでマシンガン禁止されてからすることがなくなってぼんやりしています。なるほど、だからレースゲームに行ったのね。コルテックスがあなた初めて自由に研究しています。お金稼いだ初めてバーテンだ。バーテン、そうか、こいつ 薬品の調合得意だからな。カクテルの調合も得意なんだろう。うん、そうそう、クラッシュ2に続いてます。というわけでこれ感動のエンディングですね。感動のエンディングでええんかなこれ。まあ感動のエンディングってことでええか。なんだよ、タウナ捕まってなかったのかよ。いや捕まったけど自力で脱出したんかね。しかしな、これすんごい幸せそうに飛んでるけどさ、タウナはピンストライプのとこ行くし。でこの頃はまだココバンデクいなかったのよね。そういえばなんでココが出てきたんやろうね。そのココが出てきた経緯についてはちょっとわからんけれども、元からおったんかね。元からおったとしたらなんかメカ作ってサポートしてくれよ。というわけでね、中学生の時にこれ買うて、で今25歳ですが、もう実に10年越しに 100% クリアを達成しました。やったね。まあこれが真のエンディングということでね、まあちょっと消化不良な感じもしますが、消化不良というかね、ちょっとこの後コルテックス倒しに行こうかな。まあめんどくさいしやめとこうかね。1996年、今2015年だから、まあ2015年1月だなこの収録。だいぶ前のゲームやねこれ。はい、ということで、クラッシュバンディク初代
ここでおしまいです。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。それでは皆さん、バイリオース。またいつかお会いいたしましょう。さようなら。